こんにちは、里愛です。今回はグルテンフリーでココアクッキーをフライパンで作りたいと思います。ココアはカカオポリフェノールを含むので抗酸化作用が高く、血液サラサラ効果、そして体を温め冷え性対策にも役立ちます。テオブロミンも含むのでリラックス効果も期待できます。そんなココアにダイエットやコレステロールを下げる米粉などを加えることで美容健康ダイエットによりヘルシーデザートを作ります。注意点や応用方法、そしてフライパンで作るコツも話していますので、最後までじっくりご覧ください。では早速材料と作り方の説明をしたいと思います。今回グルテンフリーのココアクッキーに使う材料はこちらになります。まず最初は米粉ですね。米粉を大さじ3杯ボウルに入れます。次にオートミールですね。インスタントタイプですぐに食べることができるタイプのオートミールを大さじ2杯ボウルに加えます。はい、次は砂糖ですね。砂糖を小さじ2杯加えます。そして次がココアですね。ココアを小さじ2分の1杯加えます。次に太白ごま油を小さじ1杯加えます。油は加熱に強く、癖がないオイルでしたら他のオイルでも大丈夫です。そして次が、水ですね。水を大さじ2杯加えます。こちらは生地の硬さによって、多少ね量を変えて大丈夫です。最後にアルミフリーのベーキングパウダーを小さじ2分の1杯加えます。はい、すべてボウルに入れたところで滑らかになるまでよくかき混ぜます。はい、こんな感じの硬さになったら一つにまとめます。こんな感じですね。粘土みたいな感じ。これを8等分します。好みの型を、持っているときはその型で抜いてもいいですが、今回型がないので一個ずつ手で成形していきます。好きな型、今回はねハート型にしたいと思います。こんな形ですね。はい、これを8個作ります。はい、こんな感じで、バレンタインも近いのでハート型にしてみました。好みの形でいいです。オーブンがある場合は、これをオーブン200度で10分間焼きます。そしてそのまま余熱を使うので冷めるまで放置すれば出来上がりなんですね。しかし今回は、こちらマンスリーマンションなのでオーブンがありません。そこでこちらに、備え付けのフライパンですね。フライパンを使って焼いてみたいと思います。クッキングシートを敷いています、フライパンに。そして、ここでフライパンの蓋があれば蓋をした方がいいんですが、蓋もないので今回はアルミホイルで蓋を作ります。こうやって軽く乗せて蓋をして弱火で8分間焼きます。はい、8分経ちましたので蓋を取ります。火を通して、そして、こちらですね、上下をひっくり返していきます。ちょっと熱いので、よいしょ、上下をひっくり返したところでまた蓋をします。蓋をして弱火で6分間焼きます。はい、6分経ちましたので火を消しました。余熱を使うのでフライパンが冷めるまでそのまま放置します。フライパンがすっかり冷めたので出来上がったか確認してみたいと思います。はい、こんな感じでパリッと仕上がっています。美味しそうな感じです。はい、では1個食べてみたいと思います。ココアの香りがふんわりして、サクッとした感じでね、とっても美味しいです。中はね結構柔らかいです。周りが、パリッとした感じになっています。ここで注意点を話したいと思います。こちらグルテンフリーのココアクッキーは手作りなので保存料など使っていません。ですから作った次の日、翌日までには食べきってください。もしそれ以上保存したい場合は冷凍保存で1ヶ月以内に食べきってください。そしてこのココアクッキーは食物繊維が多いので一緒に水分を多めに摂った方が腸内環境の改善を良くして便秘予防により役立ちます。ここで応用方法も話したいと思います。今回は8個のココアクッキーにしましたが、こちらを、4等分して4つですね、もっと2倍の大きさのクッキーにしてもいいですし、半分にして、4倍の大きさにしてもいいです。あるいはね、これの半分でもっとちっちゃなクッキー、16個分のクッキーにしても美味しいです。食べた感じとかね違いますので、好みで、大きさを変えてみるのもいいかと思います。それから、今回はこちら水を使ったんですが、水の代わりに好みのハーブティーや豆乳などを使っても美味しいです。食感とかね味わいが変わってきますが、好みでいろいろ応用してみるといいかと思います。
応用もいろいろできて健康にもいいです。とっても簡単にできて美味しいのでぜひ作ってみてください。ココアや米粉、オートミールなどの詳しい効果につきましてはブログ記事の方に書いています。興味がある方は概要欄を確認してみてください。あなたの健康ライフを応援しています。ご意見やご感想などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。次もお会いできることを楽しみにしています。またねー。